1820年アメリカ合衆国大統領選挙。1820年アメリカ合衆国大統領選挙。1820年アメリカ合衆国大統領選挙は、1820年11月1日から12月6日にかけて施行されたアメリカ合衆国の大統領及び副大統領選出する選挙である。アメリカ合衆国の大統領選挙の中で、 実質的に対抗馬がないままに一人の候補者が選ばれたことでは三度目で、かつ最後の選挙である、その前の二回とは1789年と1792年で、共にジョージ・ワシントンが選ばれた。共に現職のジェームズ・モンロー大統領とダニエル・ D ・トンプキンス副大統領が特に選挙運動もせずに再選された。 単一政党の政治が続いたにもかかわらず、1820年の選挙期間には重要な問題が発生した。1819年の強行に続いて、国中に不況が広がり、新しい領土に奴隷制が拡張されるという、極めて重要な問題が中心台となった。それにもかかわらず、モンローは、その再選にあたって反対等もなく、対立候補もいなかった。 当時の交換に留伏した話では、ニューハンプシャー州の一人の選挙人が、ジョン・クインシー・アダムズに一票を投じ、ワシントンを唯一全会一致で選ばれた大統領のままにしておこうとしたというとであった。実際に、アダムズに票を投じたニューハンプシャー州の選挙人、ウィリアム・プラマーは、単純にモンローが実力のない大統領でありに決めに値しないと感じていた。 マサチューセッツ州は4年前の選挙では22人の選挙人票を割り当てられていたが、1820年の時は15票に過ぎなかった。この影響力の減少は、その年の水入り妥協によって長い間州内にあった、インチクが、加盟が保留されていた、奴隷州である、水入り州とのバランスのために、自由州として分離し州に昇格したためであった。この選挙では、ミシシッピ州、 イリノイ州、アラバマ州と上記ミズーリ州及びメイン州が新たに加わった。次の新州が加わるのはおよそ15年後である。モンノーとトンプキンスに対する対抗馬がいなかったので実質的な選挙運動はなかった。1820年3月6日、連邦議会はミズーリ州に対して憲法と州政府を作るための会議を開催させる法律を成立させた。 この法は、当該衆は形成されたときに、あらゆる観点において、現存衆と、陽動な条件で合衆国への加盟を認められる、と謳っていた。しかし、11月に議会が再召集され、水売り州の加盟が新たな争点となった。水売り州加盟に賛成する者は、水売り州法の条件を満たしており、それゆえに州であると主張した。反対する者は、 ミズーリ州憲法のある条項がアメリカ合衆国憲法に違反していると主張した。議会が選挙の終わった選挙人病を集計するために召集された時までにこの論争は2ヶ月以上も続いていた。集計は扱いにくい問題となった。もし議会がミズーリ州の票を加算すればミズーリ州が州として認められたことになり反対にその票を加算しなければミズーリ州は 州ではないと認めたことになった。前もって門ンが地滑り的勝利をつかんだことがわかり、それゆえに、水売り州の票は最終結果に影響を与えるものではなかったので、上院は1821年2月13日に、もし抗議がなされたとしても水売り州の票が大統領になるものを変えなければ、この問題は考慮されないという決議を通した。実際に、上院議長は、 水売り州の票を含めた場合と外した場合の二つ、集計結果を議会に報告した。翌日この決議が会員本会議に提案され、活発な議論の後で可決された。それにもかかわらず、1821年2月14日の選挙人票集計の際に、ニューハンプシャー州選出の会員議員、アーサー・ライブモアに行って、水売り州の票に対する意義が出された。その論は、 ミズーリ州が正式に州になっていないので、選挙人病を投ずる権利がないということだった。即座に、バージニア州選出の会議員ジョーン・フロイドが、ミズーリ州の票は集計されるべきと主張した。混乱が始まり、票の集計は決議に従って行われ、その日は3回にするとされるまで収まらなかった。モンローに反対する唯一の票は、 ニューハンプシャー終戦室の選挙人で元上院議員及び州知事のウィリアム・プラマーからのものであった。プラマーは当時の国務長官ジョン・クイン・シー・アダムズに一票を投じた。この行動はワシントンを唯一選挙人投票の全会一致で選ばれた大統領のままにしておこうとしたというものもいるが、モンローが最善の選択ではないという心からの信念によるものだというものもいる。 プラマーは副大統領についてもトンプキンスへの投票を避けてリチャード・ラッシュに投票した。選挙人団のあらゆるものがジェームズ・モンローを選んだが副大統領については連邦党のものに投票した連邦党選挙人がいくら書いた。リチャード・ストックトンに対する票はマサチューセッツ州のものだった。デラウェア州の全選挙人はお気に入りのダニエル・ロドニーに投じた。 またロバート・グッドロー・ハーパーに投じられた一票はその出身州であるメリーランド州選挙人の票であった。24州のうち一般選挙で選挙人を選んだのは15州だった。ミズーリ州の選挙人票はその州としての成立の時期のために無効ではないかという議論があった。最初の数字はミズーリ州票を含まず後の数字は含むものである。 モンローとトンプキンスおよびアダムズとラッシュの組み合わせ以外は民主共和党と連邦党にまたがる投票である。これら2党にまたがる投票は選挙人総数の5.6%に過ぎなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。